日本東京都渋谷区富ヶ谷富ヶ谷は東京都渋谷区の地名。現行行政地名は富ヶ谷1丁目及び富ヶ谷2丁目。郵便番号は151-0063。渋谷区中西部に位置する。富ヶ谷1丁目の北部は小田急線の線路沿いにあり、小田急線を境に向かい側は渋谷区代々木である。富ヶ谷二丁目は井の頭通りが北端で、 井の頭通りで渋谷区上原に接する。西部も渋谷区上原に接する。富ヶ谷一丁目の南部は渋谷区上山町に接する。富ヶ谷二丁目の南部は目黒区駒場である。東部一帯は代々木公園に接する。山手通りと井の頭通りの交差点の名称は富ヶ谷交差点である。地域内の大半は住宅地となっており。 路地部分は多くが一戸建て住宅であるが、幹線道路沿いにはビルやマンションが目立つ。地形的には渋谷の町の上流に位置し、宇田川と川骨川の二つの谷が合流する地点となっている。富ヶ谷の名前はこの谷に由来する。約10万年前まではこの富ヶ谷付近に海水面があったと言われる。井の頭通りから北側は、 小田急線よよぎ八幡駅が近く、駅前であるため、駅前商店街となっている。井の頭通りから南側は住宅地となっている。隣接する高級住宅街である神山町や、小島から続く町域であり、当地に居住する著名人として内閣総理大臣を務めた安倍晋三やミュージシャンの KW 社員などがいる。富ヶ谷2丁目もおおむね住宅地となっている。 北部から南部にかけて、上り坂となっている。小建て住宅が多いが、アパートや、マンションも点在している。東海大学代々木キャンパスがある。旧代々木富ヶ谷町から取られた。宇田川と川骨川の二つの谷が合流する地点となっており、富ヶ谷の名前はこの谷に由来する。また、古くから、現在の富ヶ谷一丁目付近で、貝殻の化石が多数出土したことから、 この地位が、止め貝と呼ばれ、これが添加したものとする説もある。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。富ヶ谷2丁目では北端を、富ヶ谷1丁目では地域内を井の頭通りが横断している。また、 富ヶ谷一丁目と富ヶ谷二丁目の間を山手通りが縦貫している。富ヶ谷一丁目の北部に小田急線の代々木八幡駅と地下鉄千代田線の代々木公園駅がある。渋谷区、ありがとうございます。